れたね。いやーみんな疲れが取れねえ、どうしよう。配信してるのになんか疲れててさ、これジレンマなんだけど、疲れてる状態で配信すると自分で面白くない、多分視聴者も楽しくない、だったらやんなくてよくねっていう、なんかあれになっちゃうんだよね。でもかといって休みたいわけでもねえんだよな。別に配信休んだところですることねえし。いや、メンタルもあるのかな。別にメンタル行くことないけどさ、アメリカの時みたいに家帰って1時間仮眠して配信する、それマジだり、それしよっかな。仮眠だな、仮眠が必要かも俺。それが楽しくないってなったらうつ、怪しいかな。あうつね、俺家族結構うつ病っぽい人多いからさ、多分遺伝的にそういう悩みやすい体質なんだろうけど、あんま悩んだら時間もったいなくねって思うタイプだから、あんま悩まんようにしてる。結構即決型だね、何事も。てか今日さ、学校で体育だったんだけど、お、いつも見てますって言われて、リスナーだと思ったら俺が仲町 JP に見えたらしくて、仲町 JP さんですよねって言われて、どういうことって、どういう、俺仲町 JP なのってなって、似てる、なんか面長なところは似てると思うけど、ヒゲメガネ面長以外共通点ある？ちょっとわかる、ちょっとわかるなら、まあ、その人間違ってないね。そいつ仲町 JP のファンでもないよ。太陽さんこんばんは。最近自分もすごい疲れてて休みが欲しいんですが、そんな時どうしても、僕が聞きたい。なんかめっちゃ最近疲れてんだよね、なんでなんだろう。まあ、一番最初の原因はあれだよね、先週あった OWCS で、俺めちゃくちゃ寝るの1時とかで起きるの9時8時とかで、めちゃ規則正しい生活を送ってたんだけど、いきなり OWCS で10時に寝て2時に起きて配信してみたいな。で俺は学校とか教習所とかいろいろあったから、配信終わった後に寝れないっていう、だからそれでだいぶ疲れが溜まってて、あとまあレッドブル あのフライトデーとかで神戸行って沈んだりして、まあ、それで疲れたよね。まあ年中、まあ五月病の一種だと思う。普通に疲れ、仕事疲れたみたいな、仕事学校いろいろあって疲れてんなみたいな。まあでもなんか疲れってさ、体の疲れっていうよりかはなんか精神の疲れなイメージある、基本的に。何の疲れもじゃない、仕事疲れたってさ、別に長い時間労働してるからとかじゃなくて、心が疲れてるからそうだと思うんだよね。だからちゃんと休み切るっていうのが重要な気がしてきたんだけど、休みたいわけでもねえんだよな。受験勉強と応募数どっちが大切なんだ。俺は高校受験しかしたことないんだけど、高校受験の夏ぐらいからはゲームしなくなったね。夏からガチって、10月の模試で、あの俺が行きたかった高校のあのランキング、なんかランキング入れるじゃん、志望校で、その志望校第一志望をランキング3位とかで、もう絶対受かるやんつって10月からまたマウスとか買ってゲームしだしたら、第一志望は落ちたんでちゃんと最後の最後までやって、それこそ合格して気持ちよくゲームやった方がマジでおすすめ。とか週1とかでやるとか、マジで週1だけ、日曜日だけ、まあ午前中勉強して夜ゲームやるみたいな感じでルール作ってやった方がいいよ、受験は。だから本当にご褒美にした方がいいよ。てか人生って何事も娯楽毎日やるのもすごいいいんだけど、ご褒美だと思ってやった方が楽しいよ。ちなみに8月12日だったかな、8月12日皆さん予定あげといてください。下北の街を埋めましょう。8月12日にオフラインイベントやります。今いる600人全員来てね。ここですね、ここでこのドラム缶があるところで売ります。なんかこんなでっかいスペースがあって、このイベントエリアレンタルスペース B でやります。ここで服売るんで、ぜひぜひ遊びに来てください。全然お洋服買いたくないっていう人も遊びに来れるイベントにしたいんで、服ちょっと高えな、買いたくねえなっていう人はガチャガチャでステッカーとか缶バッジとかだけでもいいし、でまあ物買ってくれた人には、まあ、サインなり写真なり何でもするんで。ちなみに今年は、まあてか俺が服めっちゃ好きなんだけど、マジでこだわってんの。俺の好きなこのビズビムっていうブランドがあるんですけど、ちょっと値段見てほしい。好きなブランドこれなんですけど、パンツがズボンが15万円とかするので、 T シャツとかないから、こ
この前買った7万円の T シャツ4万円するんですよ、ここ。俺このブランドでもすごい品が良くて物が良くて、あと全部日本で作ってて、すごい俺はすごい好きなんだけど、高いけど、だから年に1回いいの買うかなみたいな。でもここと同じ工場で加工とか染めとかやってんの、まあそりゃ高くなるよね。で去年のやつもそうだし、今年の冬のやつもそこでやってるし、めちゃくちゃこだわってんだよね。めちゃくちゃこだわって、質もあとプリントとか加工にめっちゃお金かけてて、服ってだいたいじゃあ原価3000円だとしたら1万円で売るんだね、まあ、3倍とか3倍ちょいとかで売るんだけど、俺去年 T シャツ8000円で売って原価5000円とかなの。もうなんかアパレル界隈では意味が分かんないというか、なんでそれで成り立ってんのみたいな。まあでも僕店舗とかないからさ、まあまあまあって感じなんだけど、今年原価が6000円いきそうなんだよね。 T シャツ原価6000円いきそうだから、まあ、T シャツ1万円ぐらいかなってなっちゃうかもしれないから、本当にすいません。でもめちゃくちゃこだわってるっていう、まあ、僕がてか元々僕が絶対着るっていう名目で作ってんだよね。でそんなお金ないっていう人にはあの帽子だったり、あとステッカーとかも売る予定、500円でガチャガチャでできるようにするとか、あとは普通になんか自分の持ち込みとかでなんか自分でなんか DIY できるコーナーとかできたらいいなと思ってる今。買えないっていう人でも楽しめるイベントにしたいなっていうのが今回の目的ではあるよね。1月12日年齢層若そうでちょっとビビりそうです。前回は結構幅広かったよ。ちなみに前回のさ、オフイベ来た人いる？結構幅広かったよ。なんなら子連れの家族で見てますっていう人もいれば、普通にあの40ぐらいで最近会社の部下がオーバーウォッチハマってて、太陽さん見ろって言われたから見出してハマりましたっていう人もいて、結構年齢層いろいろいたよね。オフイベ女の子でも浮かないかな。うん、全然。前回もてか YouTube さ、みんな嘘ついてるでしょ、ね、あの性別。俺の YouTube さ 95% とか男なのにさ、オフイベとかはさ、まあ7-3ぐらい、 65% 男 35% 女の子みたいな感じで、全然女の子いるじゃんってなった。前の神戸も女子多かったよね。普通にありがたい。てか知らねえんだけど、どっから湧いてきた。な、俺本当に YouTube の男女比率本当に95男なの。どっからですか。 Hey, hey.